もう全員が一つとなって勝ちたいという気持ちが強いなというふうに思ってて、まあ、やっぱり高校生じゃなくて大人たちでもあんだけなんですね、あの気持ちから入ってやっていくっていうふうなことにあのものすごく感動して、まあ、そういうところも見習っていかないといけないなと思います。本当に世界相手に戦えてるっていうのは本当になんですかね、僕たちの自信にもなりますし自分たちでもやれるんだっていうふうになったので、まあ、そこは本当にすごいなと思います。まあ、まずは A 代表に選ばれるっていうことがあの絶対条件ですし、やっぱりそのためには今のままでは全然ダメですし、これからももっとあの何が足りないかっていうのをあの本当に毎日毎日自分と向き合ってやっていかないといけないなっていうふうに思いました。まあ、本当にフランス戦でも惜しい試合がたくさんあったんですけど、まあ、次のオリンピックでは自分があそこの舞台に立ってやりたいと思います。本当にこの日本のチームがやっぱヨーロッパの強豪国だったり、あとはそういう世界の各国のチームにあの戦えている姿と、あとはさっき言ったアキラさんとか自分がやってきてたあの選手があのパリに出てパリ五輪に出て活躍している姿を見て、自分は一番やっぱあのこの代表チームにあの自分もいずれか選ばれて世界で戦えるようなプレイヤーになりたいなっていうのは強く思いました。個人個人そういうなんかこういうプレーを真似したいとかいうのはもちろんありますけど、でもやっぱチームとして戦っている姿は全員があの勝利を信じてやってるバスケットを見て、まあ、あの本当にこういうバスケットを自分たちもしたいなって、特にやっぱあのフランス戦の時とかはすごい見てても感じるものがすごいあったので、あのそういうチームに、ね、あの自分も入っていきたいなって思いました。リバウンドに対する姿勢っていうのはあのシニアの代表の選手たちがあれだけやってたらアンダーがあれ以上できるっていうのは もう体が動くっていうのは当たり前のことだと思うんで、まあ、それ以上を目指してこう、そうですね、まあ、日本はどうしても世界行くと小さいので、やっぱりそのリバウンドの意識っていうのをもともと全員がつけていかなきゃいけないかなと思います。今回代表で選ばれたジェイコブス・アキラ選手は19のワールドカップで一緒に戦ったりとか、まあ、B リーグの U18 のカテゴリーでも僕初年度で3回試合やってるって、まあ、彼、まあ、チームとしては2回勝ったんですけど、彼に止められたことはほぼないと思ってるんで、もうちょっともう一回一緒にチームメイトになったりとか、こう一緒にバスケットしたいなという気持ちはあるので、やっぱりこう、まあ、ロスオリンピックに関しては選ばれたいなという気持ちはあります。